G1 琵琶湖大賞シリーズ最終日のボートレース琵琶湖9レース一般戦の開始です。対戦メンバー1号艇岡山茅原優希、2号艇佐賀貞松優希、3号艇岡山森谷美穂、4号艇兵庫吉川元博、5号艇群馬関博也、6号艇滋賀丸野和樹です。インコースは1号艇の茅原優希、ゴールデンレーサーとしての責務を果たすシリーズラスト高枠からシリーズ2勝目なるか。2コース2号艇貞松優希、前半はまくり出しから白星を挙げています。3コースは3号艇森谷美穂、シリーズラスト存在感を見せつける走りなるか。3コース戦4コース角4号艇の吉川元博で、5コース5号艇関博也、そして6コース6号艇丸野和樹、2日目のドリーム戦まさかのフライングに終わった中、シリーズ最終戦道中さばきを見せれるかどうか。枠なり3対3、9レース一般戦、1号艇茅原が人気の中心、3連単1蓋4のみ10倍を切って1番人気です。9レース一般戦、内から1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。インから1号艇茅原、3コース3号艇森谷、4コース4号艇吉川コースアウト、3コースから出ていく3号艇の森谷ですが、1号艇3号艇競り合う岡山両者、まあ、繰り出し飛び込む5号艇の関、内を狙った4号艇吉川、2号艇貞松、6号艇丸野、突破争いですが、内から2号艇の貞松、外は4号艇の吉川、大外5号艇の関、最初手6号艇丸の、あとは1号艇茅原と3号艇森谷、スタートは前提正常でした。6艇横に広がった中、2号艇貞松コーナー先手、差し返す4号艇吉川、後ろ5号艇の関、あとは6号艇丸の、ホームに折り返して突破争いは今度は2艇、内4号艇吉川、外2号艇の貞松、3番手は5号艇関で、4双5か、2双45か、これから2周1枠です。トップラスは外に行って回った2号艇貞松、4号艇吉川を飲み込んでいく、5号艇の関が3番手、上位は2四5か4双5か、トップラスまだ接戦です。うち4号艇吉川、外2号艇貞松、3番手は5号艇の関、2周2枠の旋回。トップラスは内から4号艇吉川コーナー先手を打つ、2号艇の貞松ややバタつきながらも差し返しを狙う、3番手は5号艇関、ホームに折り返して4号艇の吉川ここで単独先頭、2番手は2号艇貞松、そして3番手5号艇の関で、上位は4双5、あとは1号艇茅原、6号艇丸野、3号艇森谷、最終周回です。トップ争い激戦となって4号艇の吉川元博が先頭、惜しくも最終日連勝ならず2号艇貞松2番手、3番手は5号艇関博也、上位は4双5で、4番手以降は1号艇茅原、6号艇丸野、3号艇森谷、最終ターンマークです。今シリーズ2勝で締めくくり、4号艇の吉川元博が先頭、2番手2号艇貞松優希、3番手は5号艇関博也で、上位の体勢は4双5、3連単満周圏、先頭4番吉川五輪、2番手2番貞松五輪、3番手5番関五輪、後ろ1番茅原、6番丸野、ラスト3番森谷五輪。以上第9レース一般戦でした。